私はイタリア料理が好きです。私は日本語が少しわかります。今日は子供の誕生日ですから、早く帰ります。お酒が好きですか？いいえ、好きじゃありません。どんなスポーツが好きですか？サッカーが好きです。カリナさんは絵が上手ですか？はい、とても上手です。田中さんはインドネシア語がわかりますか？いいえ、全然わかりません。細かいお金がありますか？いいえ、ありません。毎朝新聞を読みますか？いいえ、新聞がありませんから、読みません。どうして昨日早く帰りましたか？用事がありましたから。日本料理が好きですか？はい、好きです。カラオケが好きですか？いいえ、あまり好きじゃありません。旅行が好きですか？はい、とても好きです。魚が好きですか？いいえ、あまり好きじゃありません。どんな飲み物が好きですか？ビールが好きです。どんな料理が好きですか？インド料理が好きです。どんな映画が好きですか？アメリカの映画が好きです。どんな音楽が好きですか？ジャズが好きです。マリアさんはダンスが上手です。松本さんはテニスが上手じゃありません。山田さんは料理があまり上手じゃありません。カリナさんは絵がとても上手です。ショミットさんは英語がわかりますか？はい、よくわかります。テレーザちゃんは漢字がわかりますか？いいえ、あまりわかりません。サントスさんは日本語がわかりますか？はい、だいたいわかります。山田さんの奥さんはフランス語がわかりますか？いいえ、全然わかりません。辞書がありますか？はい、あります。名刺がありますか？いいえ、ありません。傘がありますか？いいえ、ありません。細かいお金がありますか？はい、あります。私は日曜日試験があります。私は火曜日用事があります。私は水曜日アルバイトがあります。私には金曜日時間があります。映画が好きですから、毎晩見ます。日本語がわかりませんから、テレビを見ません。妻の誕生日ですから、花を買います。お金がありませんから、カメラを買いません。どうして料理を習いますか？料理が下手ですから。どうしてご主人はテニスをしませんか？夫はスポーツが嫌いですから。どうしてタイ語の本を買いましたか？来月タイ行きますから。どうして昨日神戸へ行きませんでしたか？仕事がたくさんありますだから。イタリア料理が好きですか？ええ、好きです。じゃ、日曜日一緒に食べませんか？いいですね、すみません。消しゴム、ありますか？ええ、ありますよ。ちょっと貸してください。いいですよ。どうぞ、コンサートのチケットをもらいました。一緒に行きませんか？いつですか？来週の土曜日です。土曜日ですか？残念ですが、仕事がありますから。そうですか？山田さんはダンスが好きです。毎晩ダンスの学校へ行きます。ダンスの先生は綺麗な人です。山田さんは上手ではありませんが、綺麗な先生に習いますから。毎日楽しいです。先生の誕生日にコンサートのチケットをあげました。先生は友達と行きました。山田さんはとても残念です。